企業生存率はははは農業業でで当てはまらない <music> こんにちは松本直之です企業生存率という言葉をご存知でしょうかこれは企業開業した事業者がまあそのスタートしてから5年経った時にどれぐらい生き残ってるか10年経った時にどれぐらい生存しているかっていうようなものを示した統計データなんですけれどもまあ,あの 国税庁のデータが元になっている統計があったりとか他のところからのデータを引用しているものがあったりとかいろいろなんですけども、まあ、ばらつきがあるとはいえ大体大雑把に言ってしまうと企業開業した事業者が5年経った時に生き残ってる確率が15%ぐらいで10年経った時に大体た 1>, 1割10%ぐらいしか生き残っていないっていうのが大雑把な傾向なんですよで、これ普通にサラリーマンとかやられてる方は特に感じると思うんですけどえ1割って思いますよね10年経った時に例えば100人の人が事業を起こしたで10年経った時に10人しか事業を継続していないっていうデータ統計データですから いや、なかなか厳しいなっていうのが、まあ、普通に感じる感想じゃないかなっていうふうに思うんですよ。で10年経って1割しか残らないっていうこの統計データはまあばらつきあるとはいえ大体それは過去の実績を踏まえた統計データ数字なので間違ってはないと思うんですけどじゃあこれって農業の場合はどうかなっていうのはやっぱり気になるところで。 これから農業を始めようかなって参入しようかなって思っている人にとって10年経って10人に1人しか残らないところに踏み込んでいくのはどうなのってこのままサラリーマンやってた方がいいんじゃないかなっていうふうに感じることもあると思いますのでこの辺りについいいてて詳ししく話をしてみたいと思います企業生存率っていうものを考えた時に農業の場合の企業生存率が当てはまるのはどんな人たちかなっていうのを、まあ、ちょっと考えてみると。 これはいわゆる新規参入者が該当するんじゃないかなって思うんですよ。で、新規参入者っていうのは、あの元々実家が農家ではない。非農家の人たちが農業の分野に参入するっていうケースでだいたい。そのような場合は農地もともと持ってませんし、あのまあ、資金はともかくとして。親が？ 技術をを持っててそれを引き継ぐで親が売り先を持っててそれを引き継ぐとかっていう話は全然ないですからゼロからのスタートになりますからいわゆる新規事業っていう扱いになりますしその場合いわゆる新規参入者の場合は企業生存率10年経って1割っていうのはおそらく当てはまるんじゃないかな大体当てはまるんじゃないかなっていうふうに感じてます。で じゃあ農業全体として見たときにそのは割合としてすすごく小さいんですよ、あのー。年間で2,000人とか3,000人しか新規参入者いなくていわゆる新規就農者1年間で農業の道に踏み込む人たち事業,事業として新しく参入する人たちっていうのは6万数千人いるそのうちの2,000人にしか過ぎないわけですよ。 じゃあ他の残り8割9割は何かっていうと実家が農家でそれを引き継いで新しく自分は農業始めますよっていう人たちがほとんどなんですね。でその場合これ新規事業ではあるんだけどもともと持ってる地盤がありますよね栽培技術を教えてくれるそのノウハウがあって。 まあ教えてくれない場合もありますけど引き継げるノウハウがあって売り先があってで設備が整っている農地があるっていう状態からスタートできるのは事業としてはかなり有利ですのでそういう有利なスタートを切れる事業者が新規事業ですって言って産業するのがほとんどなのが農業っていう産業ですのでこの場合企業生存率10年で1割っていう数字は。 そのまま当てはまらないんじゃないかなっていうのが私の感想ですで実際周り見回してみるとなんとなく感じると思うんですけど10年経って1割しか残らないようなそんなに新陳代謝の激しい業界ではないと思うんですよ。ずっとやってるよねっていう農家がたくさんいると思うんですよ。ももちちろろん潰潰れれゃう農家もいますしそののたところをあの他の 農業者がそこ借り受けてどんどん拡大していくっていうのもありますけどざっと見た感じでは10年で1割っってていいいいううう数字じゃないんじゃゃないかななんかふうに思いま,すでまああの企業生存率10年で1割になってしまうっていうその統計が農業では当てはまらない理由のほとんどはおそらくその後継ぎ農業が多いから っていうことじゃないかなとは思うんですけれども、もう一つ理由を挙げるとすれば、あの県境農家っていう枠があることがまあ一つ、いわゆる利能率を下げている原因じゃないかなっていうふうにも感じてます。これ要するに農業っていうのは家単位で見ることが多くて、農家っていうぐらいですから。 その家族単位で事業を見たりすするんですよ、まあ、家族で農業やってる場合がお多いですからそうなっちゃうんですけどだから例えば奥さんがどっか勤めに出てて家計の一部を担ってる場合家単位として見れば農家として見るとこれは兼業農家になるわけでもし農業の本業、まあ、本業か副業かは別として農業の方の事業が多少こけてて たとしても一家として生計が成り立っててればあの離農しなくて済むわけでそういう意味で言ってもやっぱり農業で企業生存率10年経って1割っていうところまではいかないんじゃないかなっていうふうに思いますただこれは他の産業でもやっぱりそういう例ってありますよね事業個人事業としてその企業開業した場合奥さんが家計を支える っていうケースはまままああありますからそういうのを含めた数字として企業生存率10年で1割っていう数字が出ているんだとすればまあ兼業農家だからとそういうくくりがあるからあの当てはまらないっていう言い方はあんまりできないのかなっていうふうに思ってます。というわけでまあ,あの残念な話ですが。 新規参入する場合実家が農家じゃない人が新規参入する場合は兼業農家っていう枠があるとはいえ企業生存率っていうその統計データ10年経ったら1割しか残ってないっていう数字はもろに当てはまってくる可能性がありますのでまあ割と覚悟を持って参入しなきゃいけないとは思うんですけれども実家が農家で俺はこせがれ農家だって 事業を引き継ぐ形でその農業を始められるんだっていうことであれば10年で1割っていう枠はほとんど関係ないんじゃないかなっていうふうに感じますのでまあその辺は気軽に気楽な感じで始めてもいいんじゃないかなと思います参考になれば幸いですどうもありがとうございます